ヘリー土屋の車の話。ヘリー土屋の車の話、始まりました。始まりました。今回もこちらのこの群馬サイクルスポーツセンターからお届けしていきます。はい、まあ、その群祭ですけれども、まあ、割とその道がね、あのこう いろんな形をしているということで、割とこう危険な瞬間もあるということなんですけど、まあ、だからこそここを走りたいという、ね、あの気持ち高ぶっていらっしゃる方も多いと思うんですが、そんな方たちに向けてちょっと土屋さんからこういう走りがいいよというアドバイスがあったらぜひ。やっぱりここはやっぱりそのトヨタでもスバルでもホンダでもそうなんだけど、テストコースに選ぶ理由があるんですよ。何ですか？まず低速コース、中速コース、高速コースでスピードも200キロは出るわけですよ、ストレートで、で、なんといってもやっぱメーカーがここでテストしたいのはギャップとか、アンジュレーションとか、穴ぼことか、継ぎはぎとか。怖いね。これが日本中、世界中にある路面なんですよ。だからここのフルコースの6キロでテストすると、大まかな方向性が見えてくる車が出来上がる。なるほど。じゃあ皆さんここですね、精神ですね、4分の。メーカーは本当。じゃあ走るときは何に気をつけたらいいですか？走るときですか、怪我しないように。大丈夫、ね、いや、その大事なところでね。ここは自動車メーカーだけじゃないんですよ。ラリー屋さんもここでテストしてたり、あとは一般の人たちが毎週ここで走行会やるわけですよ。で、一般のこともやってんだ。だからラリー屋さんとか自動車メーカーっていうのは繊維は効くの、走行会に来る人ってもう頭真っ白になっちゃってるから。なるほど。ぶつかると全損。確かに。だからその心の制御ができない人はここは走んない方がそう。そういう方ですね、皆さん伊香保温泉とか行ってみたい。気をつけてください。なんでそこに行くわけ。いや、なんかね、のんびりしてる。気をつけてください。4WD どういう意味なのかっていう。すいません、ここからなんですが、 4WD、4ホイールドライブなんで、あの車ってタイヤ4本ついてますよね、その4本ともが駆動する、あの、ちゃんとエンジンの力が、エンジンじゃなくなってるけど、モーターです。あのモーターの、あの駆動力を、あの前に進む力を4本のタイヤ全部使って前に進むっていうのが 4WD。 普通の車は後輪駆動、普通の車は、あの、まあ、前輪前のタイヤだけだったり後ろだけだったり、まあ、2種類あります。肉ですよね。そうですね、肉だとやっぱ安いんですよね、コストはね。まあまあそうですね。まあでも昔の車ほとんどね、まあ、今でもそうですけど、でもやっぱり昔から三菱とスバルは四駆って言ったらこの2メーカーですよ。アウディやっつけるのもこの方たちですっていう時代はね、すごかったよね。アウディはね、クワトロでね、すごい時代でした。すごい時代でしたよ、本当に。そして早速見ていきましょうか、三菱の 4WD 車の歴史を紐解く1代目、こちらです。ジープ、ジープかが来たか。ね、私生まれてませんけど。いや、それはそうでしょう。ジープはもともとはね、あのウイルスのジープを、そうですね、でこれを、はい、まあ、確か1953年ですかね。僕最後の三菱 の、あのジープ持ってました。いろんな塗り替えて、あ、そう、でこの車いいなと思って。でもかっこいいですよね。いいですね。これいいですよね。アメリカ軍みたいで。そう、左右の形変えないし、で前のフロントガラスがね、あれ前倒れるんですよ。はいはいはい、で前倒れてね。それこそよく海で走ってたな。これなんでなくなっちゃったんですかね、三菱は。この後出てくるんですけど、まあ、パジェロという車作りましたんで、ああ、スケベ根性でそっち行っちゃったね。これジープを作り続けてたらさ、鈴木みたいにバカ売れしてんじゃない？今もあったらもしかするとそうかもしれない。ね、ジムニーなんかバカ売れですよ。ジープかわいい、ね、この当時だって実はジープ売れてたんですよ。もう最後実はね、最後の限定車って白だったんですよ。大変な人気だったんです。あ、そう。はい、もうこの頃だってもうみんな知ってたんですけど、ね、これはね、作り続けてほしいよね。で、特にもう横なんかホロでしょ、うん、で、あのホロ取って、上後ろ取って、上も取って、ビキニトップやって、うん、もうどんだけかっこよかったか、うん、僕はこれ色塗り替えました。あ、
そう、はい、かわいいしかっこいいですよね。ですよね。でもそれこそ太いタイヤ履いてた、ここから始まったんだ三菱は、ね、これは良かったな、ね、じゃあ2代目いきましょうか。2代目がこちらです。はいはい、あパジェロ、ここでパジェロが出てきます、うん、ほらスケベ根性出してもジープじゃなくなっちゃってるもんね初代のパジェロは先ほどのジープの進化系っていう形なんですけれども、あのまあ、ジープってもともと荒れたところを走る、うん、まあ、それのためにあの 4WD、はい、パートタイムですけども、肉とよく切り替えるタイプですけども、プラス、サスペンションも前も後ろもリーフリジットっていうことで、アクロスオーバー性はすごく高かったんですけど、やっぱり乗り心地が少し、うん、あの日常使いには課題があったっていうところで、これだってこの2台目乗ってましたよパジェロ、パジェロミニも俺乗ってましたよ、あの千曲川に行って魚釣りするのに、もう川の中ガンガン入ってくる、はいはい、でね、この2代目が一番人気だったんですね。そうですね、2代目が一番、これ、ね、これちょっと珍しいのが、これ写真が全部珍しいのが、特に2代目が、はい、3代目そうですけど、ツードアでしょ。ツードアなんだけど、だから本当はフォードアが人気あったんですけど、もちろんもちろんこれツードアが良かったんですよ、うん、やっぱジープっぽいんですよ、うん、まだこの2代目はジープっぽさが残ってて俺は好きだった、うん、この頃はね、色もね、今じゃないんですけど、赤とかやっぱりすごく素敵な色があったんで、そうだね、2代目がちょうどこれパリ高の頃ですよね。そうですね、うん、はい、一番パジェロが、うん、もう本当に一番パジェロの女の子たちに一番人気があった時代ですね、うん、いや本当この2代目はね、ジープっぽくポーサーが残ってて俺好きだった、うん、そう、3代目になったらなんかね、ずんぐりむっくりしてデブになっちゃった。その通り、うん、ね、だこれ3代目の何が悪いかというと、うん、丸型ライトをやめたことなんですよ。ああ、うん、ジープじゃない、ジープじゃないんですよ、ここを。サーさんどう、かすかにね、四角い中に丸いのは入れたんですよ。そうですね、そうだなと思いながら、確かに四角の中に丸がいますよね。これはね、実は Z なんかと一緒でお客さんの声を聞きすぎちゃったの、うん、もっとなんかね、快適だとかっていうなんかわけわかんないことを持ってきちゃってから。なるほどね。だから3代目になって、うん、あれ三菱どうしちゃったのみたいな、うん、で4代目になったらなんかミニバン作りたいのみたいな感じになってきて、いや本当にそこから俺なんか三菱から離れてって。なるほど。多分これで、ね、三菱はもう日本人を捨てましたね多分これ海外ではそれこそあのランクルが売れてみたいに、海外でやっぱり三菱って評価高いから、高いですよ、海外の人たちにとっては日本人の方がやっぱり物の見方は繊細なんですよ。だから2代目がいいっていうのはもうちょっとかっこいい意識の人たちなんですよ。ただ4代目はやっぱ取れていいやろっていうような感じで、ランクル的な感覚で4代目を作ってたと思うんですよね。そして三菱もそれこそあのもう少しパジェロを大きくして、うん、もっと値段も高くして、うん、ワンクラス上の人たちに支持されたいっていう、うん、そういう欲が出てきちゃったんですよ。グローバルでいうとやっぱりあの2代目までのサイズって小さいんですよね。そうなんですよね。だからそれはあります、確かにありますよね、うん、はい、じゃあ次は3代目こちらになりますおお、はい、来た、ランサーエボリューション、サーズさん、ね、これはどういう感じで誕生したものなんですか。もともとこの前にあのギャラン VR4 っていう車があって、それで WRC を戦ってたんですね。ですけどもあのやっぱりちょっと大きいので、一つ上のクラスになってくるので、大きいし重いんだよね。そうですね、ね、それでもうちょっと小さいボディにそのもう一個上のその2リッターターボの 4WD を突っ込んで、それでまあ戦闘力を上げようとして、本当に WRC で勝つためのホモロゲーションベース車として誕生したのが1世代目の最初のランサーエボリューション。これはじゃあライボのいくつからあの電子制御が入るようになったんですか。それはね、4代目です。あ、4代目、この第2世代から電子制御が入って、ライボ4からか、はい、そうだね、まあ、ここあのライボ4でアクティブ用コントロールディファレンシャルがあの私もそこに開発したとあったんです。それが初めてここから入って、ライボは4、5あたりが一番ライボっぽい、いやそうですよ、雰囲気がねしますよね。4の時は機械が曲げてるって感じだったの、うん、で 1,2,3 の時はもうなんだこれ、アンダーしか出ない、うん、それはそうですよ、そのダートラとか WRC 走るために作ってるから、うん、だけど我々はその舗装の上でテストするんで、筑波崎とかがアンダーしか出ないよ、そのライボ 1,2,3、うん、
だから456ってその電子制御がどんどん進化していった、うん、実はライブメモらしさってこの辺が一番なんか形も小さいし、まあ、好きな人は5あたりがこの 5ですね。そうですよね、うん、この辺好きな人が多いですね。4、5がいいです。あのワゴンはできたのはワゴンはこの第3世代の第3世代の次のところ、はい、ここです、ね、あこれだ、はい、エボ7、エボ8、エボ7だ、ね、このくらいからこの電子制御が洗練されてくる。さらに進化したのがこの世代ですね。だって6の時って本当に乗っててさ、俺が曲げてんじゃねえな、機械が曲げてるっていうか、よく曲がるんだよ、うんうん、だけどこれは俺の技術じゃないな。だけど7、8、9ってなるじゃない、俺ってなんてうまいんだろうっていう機械に騙されるライボのライバルがいますよね、はい、あのスバルのインプレッサーって車、はい、あれが、ま、年々進化してくるんですよ、うん、でそれを見ながら我々もこのランエボっていう車はやっぱり同じように向こうに負けないようにしよう、うん、で次はこういうことをしようっていう形がモチベーションなんですね、うん、一番楽しい時代ですよね。そうですね、あのエンジニアとしてはとっても楽しい時代ですね。こだわりがそれぞれありますが、でここからが第4世代になります。これは本当にGTR いらねえよっていうぐらい、ほんとすげえ車。この時初めて土屋さんに褒めていただきましたよ。そうそう、いや、7、8ぐらいからは褒めてんですよ、ベストモーターから褒めてんの。これ持ってないですか。いや、これは買えませんでした。買えません。いや、買おうと思った時には売り切れちゃって、はい、見てみましょうか。4代目デリカになります。初代かわいいよね。3代目が実はものすごく人気あるんですよ。私3好きです。なんかね、月面車みたいな形で月面車でもちょっと分かるよね。月面車みたいな形でスキー場で似合うんですよ。これすごい。でこれ今実はもうね、値段高くなっていて、うん、300万から500万ぐらい、うん、場合によってはいいやつはしてるんですよね、うん、ワンボックスで4駆でこれだけの性能を持ってるっていうのは世界にないじゃないですか。そうと思いますよ。だからまあこれはまあ違う特別な車になりましたよね、うんうん、じゃあそして次見てみましょうか。これは誕生はどういうふうにして誕生したんですか。まあ、もともと2013年に出ましたアウトランダー、まあ、ありまして、まあ、それから SUV がだんだんマーケットが広がっていく中で、うん、もうちょっとこの普通のベーシックな SUV に対して、うん、こうちょっとスタイリッシュなクーペスタイルにして、もっとその幅を広げ、車選択肢の幅を広げていこうというところでエクリプスが生まれたという感じです。デザインがガラッとなんか三菱変わりましたよね。そうですね、なんか先進的なデザインになってこの車はでも微妙ですね。え微妙です、悪いけどね。なんでなんでパジェロの丸型ライト良かったでしょ。好き。なんかこの難しいところでファミリーフェイスにするんですよ、はい、あの車メーカーって、うん、それは都合であってメーカーの買う方としてはなんか同じような車だとなんか飽きるでしょ、はいはいはい、だからこのエクリプスクロスも別にダイナミックシールド別に欲しくないんですよ、買う方は。もうそこんなこと言わないで。そこってのは実はものすごく大切なことで、うん、本当に都合で買わされるのと、うん、やっぱり400万、500万円出すんだから、うん、違うもの欲しい、はいはい、で、だったら最初に言ったパジェロの匂いをさせてくれた車の方がよっぽど欲しいんですよ、うんうん、それはわかるでしょ。だからそこをやる勇気が実は本当は三菱にないんですよ。あ、三菱は流されちゃったんだね。いやだからこれね、これやっぱ三菱の金のなさっていうのが実はあって本当すごくすごいわがままな英断する人がいればいいんで、うん、これはやっぱりね流されちゃったんだね時代にね三菱は。まあ、ただやっぱり SUV っていうものが一般的になってきてて、で本当にその山とかに行くだけの SUV じゃなくて、室内が広いですよとか乗りやすくて、うん、目線が高くて乗りやすいですよっていうところでだいぶ一般的になってきた部分があって、でその中で、本当にこう荷物いっぱい人いっぱいの SUV じゃなくてもっとパーソナルなこう自分の自由になるようなっていうコンセプトで、まあ、新しくちょっとジャンルを挑戦したところがあるんですよね。
で、なんで、普通の SUV っぽくないけれども、うん、あの新しいジャンルを開発するというか、うん、挑戦するというか、まあ、そういうようなちょっと、まあ、あるところでいろいろ考えてたところなんですね。なんだけどもやっぱりうちが4駆の SUV 出すんで、うん、ちゃんと走れて、うん、でしかもやっぱりあの素敵じゃなかったのはちゃんと地上高を取ってしまう悪路にも行けるようにしたいっていうのでこういう車が、うん、になった。分かるんだけどSUV なんだからひとりさん見てみましょうよ。え、持ってきてんの？はい、それは見よう。今回お持ちいただいているということなので、はい、行きましょう。エクリプスクロス見てみましょう。ね、いいんだけど、ね、チャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。